なのさ急に。昨日ぐらいから悪霊に憑依されててさ。いやいや、おかしいでしょ。時折こうして、うるさい。しょうがないでしょ、乗り移られてるんだから。しょうがなくない。そもそもなんで憑依されてるのさ。なんか悪いことしたんでしょ。悪いことなんかしてないよ。墓場でドッジボールしたくらいで。それが原因だよ。ちょえ、とにかく辛いからなんとかして除霊してくれない？なんで私に頼むのよ。専門家に頼みなさいよ。除霊の専門学校みたいなところに通うの？お寺とか教会に行きなさい。お布施みたいなのしなくちゃいけないよね。40〜50万くらいはかかるかな、リアルに。除霊したことないかな、わからないわよ。そんなにお金ないよ。みっちょん貸して。私もそんなに持ってないわよ。臓器とか売ればいいでしょ。なんでそこまでしなくちゃいけないのよ。辛い。ね、喉が痛いのに咳が止まらないみたいな感じ。一体何の霊なんでしょうね。ちょっと聞いてみなさいよ。それができたら苦労しないよ。ぷえん。わしは悪霊。あっさりできてる。シーザーサラダか。生前果たせなかった野望を叶えるため、この小娘の体を乗っ取ることにした。うおー、なんか展開早いな。よしよか。あぶねー、もう少しで体を乗っ取られるところだった。自由にコントロールできてる気がするんだけど。頼むよみっちょん。この悪霊を退治するにはみっちょんが私にキスするか、みっちょんダンゴムシの裏側を触るか、みっちょんが豆腐を使った料理をしなくちゃならないんだ。最後のやつ軽いな。わしは冷ややっこが好きじゃ。助言しちゃってるよこの人。どうやら冷ややっこが鍵のようだね。こうしてサチとミッチョンは冷ややっこをお供えすることで、なんとか霊の怒りを鎮めることができたのであった。お前が閉めるのかよ。まいスルメイカ。こんにちは。いやー、今日もいい天気でね。あんた誰よ。いや、笑いっぽい演出が女よ。おかしな理屈言わないでよ。今日はね、ちょっと来たよ。だって大事なことなんだけどさ。何？スリーサイズはバッカじゃないの。殺すわよ。いやいやいや、マジでマジで。答えるわけないでしょ。72。こら、何の数字よ。えっち。来週はなんとあのハリウッドスタースティーブン・セガールがゲストで登場。さらには世界に3つしかないサファイア、宝石も登場。一体どうなってしまうのか目が離せない。見なきゃ死ぬぞ。切磋琢磨，こんにちは。いや、今日もいい天気でね。これはこれに決まった。お前全然違う。